テレポビズ。東京駅に隣接する大丸東京店、食料品売り場で行われていたのは、一番の売れ筋ってどんな商品なんですか？一番はそのバスクチーズケーキです。表面が程よく苦くて濃厚なクリームチーズが口どけ滑らかな。オンライン販売用の動画撮影です。雑貨売り場でも、ブログがあるんですけど、それ用に写真は撮るんですけど、初めてです。これすごいですね。新しいカメラ機材を導入し、商品解説の練習をしていました。便利ですね。内側に特殊加工をしておりまして、表面温度との差がとても高い商品になっております。今どのぐらいですか時間？今2分10秒。あ、2分超えてる。はい、もっと早く。大丸東京店は12日から婦人雑貨売り場などの商品の動画配信を開始し、今後ネット販売を強化する方針です。コロナ禍の状況でなかなか外に出られないと思うので、そういうお客様にとっては、ただ EC で静止画を出すだけじゃなくて、動画を使ってより動きのあるアイテムだったり商品というのを見せればいいかなと。リアル店舗もありながら EC だったり動画サービスっていうコンテンツを、さらに新しいサービスとして広げていければ。